ひろがねっちチャンネルへようこそ。2階のプラティ水槽、50センチ水槽から60センチ水槽に変わりました。この水槽の立ち上げの様子はアクアライフせいちゃんもふもふのチャンネルでご覧ください。朝の6時ごろ、朝ごはん、赤虫、いつもあげています。赤虫あげるのはこのバジスバジスっていう魚がいるからなんですよ。この水槽を変える前、2、3日前なんですけど、規定の金魚のバンちゃん、お空の上に行ってしまいました。バンちゃん生まれて1年以上経ちますけど、大きくなりませんでしたね。見た目は変な金魚でしたけど、可愛い金魚でしたよ。この水槽、プラティたちがね、ずいぶん増えたんです。60センチ水槽に変えたら、プラティたちが少なめに見えますね。この水槽にミッキープラティ1匹だけいるんです。去年購入したサンセットプラティ5匹購入して、今は子供たちが10匹ぐらいになりましたかね。全部で15匹いますよ。相変わらずバジスバジス、静止した泳ぎしてます。ちょっと面白い泳ぎ方ですよね。で、少し仲間も増えました。そう、白コリが3匹、1階のコリドラス水槽からやってきましたよ。この水槽、白い砂利が入れてあります。前はもっと大きい砂利が入れてあったんですけど、ちょっと小さめの砂利にしてみました。この砂利は主人が使ってたんですけど、いただきました。はい、プラティの稚魚いつもいますね。やっぱプラティよく赤ちゃん産みますよね。また稚魚見つけたんですよ。本当は2匹見つけたんですけど、1匹見えないんです。どっか行っちゃった。1匹しか捕まえきれなくて、もう1匹どこ行っちゃったのかな。未だに行方不明。他のプラティに食べられちゃったのかな。それかバジスバジスかもしれませんね。バジスバジスって生きた餌とか赤虫とかしか食べないんです。この白コリ、我が家に来て1年と3ヶ月、まだ1回も産卵はありません。他のコリドラスは産卵ありましたけどね。水槽が大きくなると何か入れたくなりますね。まだまだこの水槽、改善いろいろとしていかないけないなぁと思っております。
たいろいろとこの水槽のことで報告いたしますね。このウイロウモスも随分茂っていたんです。半分以上カットしましたね。このウイロウモスがあると助かりますよね。ちっちゃい稚魚がいた時に隠れられますよね。今回も最後までご視聴くださりありがとうございます。またいつでも遊びに来てくださいね。今回の動画はどうでしたか？このプラティ水槽ってなんか全般的に人気がないんです。なんででしょうかね。誰か教えて。プラティ色鮮やかだし可愛いのに編集の仕方が悪いんでしょうかね。どうなんですかね。ご意見ご感想お待ちしております。ではこの辺でバイバーイ。